おはようございます。星野瑠璃です。今日はダービーストーリーズクラブ解説ということで、ダービーストーリーズのクラブを作ってみたいと思います。まあ、クラブ機能なんですが、まあ、これトップ画面でえっと下のところにまあクラブというところがあります。で、ここを見てみるとクラブに参加しようということで、まあ、説明が書いてあって、まあ、クラブに入会すると。 まあ様々な効果がありますよということで、まあ、シングルプレイ、マルチプレイ問わず有効に幅広く楽しめることができるということで、まあえっと、いろんな人のいろんな方のクラブに入ることもできるんですけど自分でクラブを作ることもできるということで「まあ、クラブを探す」っていうところを押すと、まあ、こういうふうに、えっと、いろんなオーナー様いろんな方々ユーザー様の、まあ、クラブが出てきます。 でそこに「申し込む」と押すと,、えっと入れるという仕組みですで。今回私は私のクラブを作ろうと思うので、まあ、新規設立をしてみたいと思います。で必要オーナーレベルは10でクラブをまあ建てるために3億字必要ということで、まあ、今あるのでそれでやってみます。でクラブ名は星野瑠璃に しておきますでレベルの制限はなしで加入は自動許可にしておきますでまあ競馬の話題で盛り上がろうということでまあこれで作りますクラブ名はひらがなで星のるりでレベル制限なしで自動許可されるのでまあ、私のクラブにえっと申し込みするとまぁ、あ、自動で入れるような仕組みで作ります 今回ちょっと作るの初めてなのでどんな感じになるのかわかんないんですけどとりあえず作ります。で、クラブを設立しましまた。ということでこれがクラブの専用の画面になります。でクラブメンバーが入ると、えっと、これがみんなでクラブに入った人みんなが共同で使えるさまざ、あ、まな施設になるということで、まあ、力を合わせて、まあ、この 施設の強化をしていきましょうという感じです。あとはクラブ専用ショップもあるから何か貴重なものが手に入るかもと書いてあります。まずは事務所を覗いてみましょうということで、まあチャットもえっとレースオンラインレースの時のようにまあ会話ができるようになっているので、まあここで会話しながら今週の馬何来るみたいな会話をしながらできそうです。でクラブの事務所に行ってみると。 えっと、牧場の事務所と大体似てるんですけどクラブ専用のクラブショップがあるので、まあ、クラブショップ、まあ、ちょっと見てみようかなと思いますあこうするとスペシャルのとうもろこしスペシャルのニンジンスペシャルのりんごが売ってます福引所か福引所に行って ちょっとと引引きいいいてみたいと思います。1等がプレミアムチケット2等がチャージボール3等温泉4等りんご5等人参、六6等トウモロコシとなってるのでえっ、ー、とちょっと福引きを回してみます6等トウモロコシが当たりましたでプレゼントボックスにちょっともう一回回すか あなんかレインボーだあ、3等温泉が当たりました、まあ、こんな風に福引きもできるのでプレミアムチケット残り1個あるんで取れればいいなっていう感じででクラブ機能、えっと、今初めてやったんで、まあ、ちょっと構いながら説明したいと思うんですが、えっと、今右上に2億万字入ったんですけどこれは 私が今このクラブに投資しましまた。もともとロポイントでお金もゼロだったんですがこの右のここの画面の「投資」っていう部分を押すと自分の持,ち持ってるお金からこのクラブへお金が投資できるので、まあ、これでまあ1億円まあ投資するって押すと投資で今3億。でこうやって自分のお金をまあクラブの方に投資していって。 まあ、例えばトラックとか、えっと、強化ポイントが今4ポイント中3ポイントで書いてあるのでとこれでこれを強化していくと、まあ、調教の時に例えば調教効果のスピード上昇値がアップするとか、まあ、スタミナ上昇値がアップするとかいろいろ詳細が書いてありますので、まあ、どれをアップするかを選んで 例えば、まあ、ここウォーキングマシンを押して、えっと、スピード上昇率を上げる効果がありますということで施設強化を押すと、まあ、こういうふうにと詳細が出てきますので、まあ、それでとどんぐらいお金がかかるのかと、まあ、ポイントがかかるのかっていうのが出てくるのでこれで決定を押すとはい。 えーと上がっていくということになります、まあ、こんなことをして調教効率を上げたりとかお金を使ったりポイントを使ったりして調教効率を上げて、まあ、どんどんクラブのレベルを上げていって、えー、と対戦するのかなとか、まあ、育てるのが優遇されたりとかするようです。 まあこんな感じでまだちょっと初めてなので、まあ、今後、まあ、これも収穫してみましょう農園農園も今発育状況が二重丸で収穫量が最大なので収穫してみたいと思いますで収穫したら今人参かけ ×3 がまあ収穫できたので、まあ、こういうふうに1日1回農場から収穫できるみたいです で収穫してアイテムを取っていくという感じであとはまあゲートこの辺はまあ一緒ですねどこを押しても一緒ですでクラブレベルを上げたりしていこうというところですでクラブ情報を見ると「魔、まあ、星のルリでメンバーがまだいないのでメンバー をしても1人しかいないんですけど入会希望者もまだいないんですが、まあ、今作ったばっかりなので皆さん星野瑠璃のクラブに入ってみてくださいそしたら、まあ、チャットとかでも遊べるのでねそんな感じで楽しみにしています。はいということで、えっと「ダービーストーリーズクラブ」解説 こんなな感じなのので、で、今クラブを開設したので、まあ、皆様星野瑠璃のクラブにぜひ入って、まあ、会話したりオーナーレベルんクラブレベルを上げたり、まあ、強化したりして、まあ、ダービーストーリーズをもっと楽しみましょうという感じの紹介になりました。じゃあまたねー